脳科学者に聞いてみよう。早速この方をお呼びしましょう。ケモジャー先生、なんじゃー。<laughs> あのケモジャー先生、あのー、なんか上司が無理な仕事を言ってくるっていう悩みが来てるんですけどどうでしょうか。うんこれはな自分で自分の脳をコントロールする感覚を持つことが大事じゃん。えこれ具体的にはどういうことなんですか。上司にやらされ感だと脳はうまく働いてくれない。 だから上司からの命令を業務命令を自分の命令に自分自身への命令に変換することが大事じゃ <laughs> ああそうなんですかえっとど,どういうことですか例えばじゃあな上司がこの時までにこれをやれとか言ってきたとするそれが上司の命令だと思って自分がそれをやらされていると思うと腹が立つのじゃまあそうですよしますよねだからそれは自分が自分に命令している。 じゃあ上司が例えばじゃあ1週間後までにこれをやれって言ってきたとするそうするとじゃあ自分で自分に変換して私この仕事6日間でやることにするって上司の前に締め切りを設定して自らそれを選び取ったように変換すればいいのじゃ <laughs> そうなんですか人間の脳は自分で自分のことをコントロールできていると思えば頑張れるのですよしかしそれが命令だと思ってやらされ感があるとどうしてもやりたくなくなってしまうのじゃ ははいはい、はい、分かります分かりますだから上司の命令は一旦自分の命令自分自身への命令に変換することが大切じゃなるほどねはあ脳科学って役に立つんですねそうじゃだからみんなもっと脳科学を勉強するといいぞー <laughs> そうですあのケモチェル先生これからも脳科学を教えてくださいね分かったー